サンエンアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は生姜の植え付けをやっていきたいと思います。生姜の植え付け時期は地温が15度以上になる4月から5月にかけてです。ちょうどソメイヨシノの花が散る頃が一つの目安です。少しでも早く植え付けたい方は、今回ご紹介するようにポリマルチを使用して地温を上げるのをお勧めします。生姜は連作を嫌うので、一度栽培してからは3、4年を空けるようにしてください。ただ生姜は他の多くの野菜と違って酸性土壌に弱くないので、よほどでない限りあらかじめ酸度矯正をする必要はありません。そして生姜は強い日差しに弱いので、半日陰のような場所に植えるとより良いです。もし、半日陰のような場所がない場合は、今からご紹介する里芋との混植がおすすめです。日向を好む里芋と、半日陰を好む生姜は相性がいいです。草丈が大きくなる里芋は、そこまで大きくならない生姜を夏の強い日差しから守ってくれます。また、どちらも水を好みます。栽培途中の管理作業も似ていて、収穫時期もほぼ同じ時期です。さらに家庭菜園などスペースがあまり取れない方の有効活用にもなるのでおすすめです。こちらの畝には先日動画配信しましたが、すでに里芋が終わっています。簡単におさらいしますと、里芋の品種はどだれで、前年収穫し、保存していた種芋を植えています。植える前には鶏糞とかけら石灰をまき、幅95センチの黒のポリマルチを張ってあります。ちなみに株間は40センチです。里芋の植え付け方法についてはすでに動画配信しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。今回はこちらの畝に生姜も植え付けていきたいと思います。今回植える種生姜は前年収穫し保存していたものです。種生姜はこのようにビニールに入れ、段ボールの中にしまい、冬の間家の中で保存していました。生姜は乾燥と寒さに弱いですが、外で穴を掘って保存しなくても、このような形で室内で簡単に保存することができます。今回植えるのは、こちらの根生姜の近江生姜です。種生姜は、あらかじめ、一片あたりが 50g から 60g、芽の数が3つ程度になるように分割しておきます。それでは実際に植え付けていきます。里芋と生姜の混植をする場合、里芋と里芋の間に生姜を植え付ける方法もありますが、今回は里芋から離れた場所に生姜を植え付けていきたいと思います。今回は里芋に合わせて株間40センチで植えていきたいと思います。それでは植えていきますが、まずは里芋が植わっているところから離れた畝の端に深さ15センチの植え穴を開けていきます。そして種生姜を植え穴の中に入れていきます。種生姜は立てて植えるやり方もありますが、そのまま寝かせて植えていただいても大丈夫です。
そして土を戻します。反対側も植えていきます。このような感じで植えていきます。ちなみに植える数が少ない場合は、里芋の日陰になる片側だけでも大丈夫です。今回は生姜の植え付けをやってきました。この後芽が出るまでに3、4週間ほどかかります。植え穴からずれて芽が出てきた時には、マルチを破って外に出すようにしてください。ちなみに種生姜を植えた時は、よほど土が乾燥してない限りは水やりをする必要はありません。この後の管理作業についても随時動画配信する予定ですので、ぜひ継続してご覧ください。ぜひチャンネル登録お願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。